皆さんこんにちは、マリリンです。本日もご視聴ありがとうございます。はい、今日はですね、久しぶりにダイソー大量購入品の紹介をしていきたいと思います。たくさんね、買ってきました。もういろんなもん出てた。本当に久しぶりに行ってきたので、買ってる時ワクワクしちゃいました。すごくいい商品を見つけてきたので、紹介していきたいと思います。キッチン用品、それからお掃除用品と、またインテリアとか収納のもの、あとその他コスメとかもね、買ってきたので分けて紹介していきます。それでは早速やっていきましょう。ではまずキッチン用品からやっていきましょう。はい、まずこちらフォンデュポットです。ホワイトとブラウン両方あるんですけど、私は今回ブラウンを買ってきました。チョコフォンデュとかチーズフォンデュやってみたいじゃないですか。で、クリスマスパーティーとかもあるんでね、買ってきました。すごいね、高級感のあるブラウンですね。かわいい。サイズ感もちょうどいいかも。子供たちとかめっちゃ喜びそう。中にキャンドルを入れて、こんな感じでね、溶かしてやる感じやね。いいね、これ結構しっかりしてて見た目も可愛いので、パーティーの時とかお友達が来た時にやるとすごく子供たちもテンション上がるんじゃないかなと思います。これは300円ですね。で、フォークとティーキャンドルは別売りになってます。はい、次はこちらの楽ちんパックなんですけど、結構いろんなサイズがあって、私が今回買ってきたのが950ミリリットルと630ミリリットルのものですね。蓋のままレンチンできるタッパーって100均とかであんまりなかったとか、なかったような、蓋を取ってレンチンしてくださいみたいなのが多かったんですけど、なんと今回蓋のままできるということなので、かなり楽になるなと思いました。もうこのままチンしちゃえばいいだけ。これからちょっとこれを使っていきたいと思います。なんかタッパーってどんどんね、増えていきますね。もうすぐ欲しくなっちゃう。はい、次はですね、はい、こちら買ってきました。目立つところに置いてあって、すぐ欲しいと思ってカゴに入れたんですけど、これがガラスキャニスターです。で、蓋が木製になってます。かわいい。結構ナチュラルインテリア、ここ最近すごい流行ってるなっていうふうに思うので、なんかここに例えばピーナッツ入れたりとか、こう乾燥物を入れたりするのもかわいいですし、あとはなんかちょっとまた後から紹介するんですけど、なんかドライフラワー詰めちゃっても可愛いなと思いますし、なんか何にでも使えるからすごくいいと思います。で、サイズは500と400と330ですね。今回この3つのサイズ私買ってきたんですけど、この他のサイズも結構何個かありました。はい、で、それから似たようなのばっかり買ってきちゃってるんですけど、こちらですね、この2つも買ってきました。で、これがオパールガラスの保存瓶と木の蓋ガラス瓶ですね。これもすごいこうちょっとレトロな感じで可愛い。めっちゃ可愛いですよね。これをね、100均で買えるのはすごくいい。しかもオパール保存瓶のこちらの商品は無地なんですよ。字一切書いてないから、どんな家でも合うし、めちゃくちゃ使いやすいと思いました。ちょっとこうね、ロゴが入ってたりとかすると使いにくかったりするけど、それがないから今紹介してるもの全部めちゃくちゃ使いやすい。次がこちらです。マグネット付き調味料入れです。冷蔵庫とかにくっつけられるマグネット付き調味料入れなんですけど、調味料入れたりとか、まあ、私とかだったら結構輪ゴムとか、あとはクリップとか入れるかなって感じで、すごく使いやすいし、見た目もシンプルで可愛いなと思ったので買ってきました。こんな感じで中がこの蓋の部分が透明になってるので、なんか物入れると見えるって感じやから、ここに調味料とか入れると見えて可愛いかもしれないですね。はい、次はこちらです。こちらが、調味料ガラスポット105ミリリットルと65ミリリットルのものになります。これはもうシンプルに可愛いと思って買ってきたんですけど、ステンレスなので高級感があります。ただこうちょっと水垢とかつきやすいかもしれないですけど、こう一気にキッチン周りが高級感出るかなと思いました。小中大って感じであるので使いやすい。めっちゃ可愛い。これは塩コショウとかハーブとか入れてあげるといいかもしれないですね。
でちゃんとこの穴のないところまで回してあげたらしっかり密封もできるからいいと思います。次こちらです。醤油スプレーとオイルポンプです。はい、この2つを買ってきたんですが、はい、この2つを買ってきたんですが、この醤油スプレーっていうのがちょっと気になって、なんかこう豆腐とかの時にかけたりする時ってドバって出過ぎちゃったりするからすごくいいなと思いました。で、あとはオイルポンプ、ドバってかけすぎちゃうとうわやっちゃったっていうことがあるんで便利さやなと思ったんで、この2つ買ってきました。こちらお魚チップですね。このお魚チップはお弁当の時に使いたいなと思います。すごい可愛いし子供も喜んでくれそう。で、またちょっとお弁当なんですけど、シリコンおかずパックです。四角と丸タイプのものを買ってきました。今築地でお弁当を作ってるので買ってきました。立体ご飯、キャラ弁を作ったりするときに使うやつですね。このお米を立体的に作ることもできるし、型抜きできるやつも入ってるのでそこも便利だなと思って買ってきました。結構キャラ弁作りって大変やから、こういうのあるとすごく楽。次こちらです。ツナ缶スプーンです。ツナ缶の油とか、あと私水煮缶使ってるんですけど、こう水分を落とす時にいつも指で押さえるんですけど、これスプーンでギューって押さえれば中身落ちずに液だけ落とせるって感じ。こう奥の部分とか、あとは缶のその裏の部分とかにもクリって取り出せることができるからすごくいいなと思いました。結構これ私指切ったりするんですよ。指でピピってやったりとか、あとスプーンやと取りにくかったりするんで便利そうだなと思って買ってきました。はい、次こちらです。これはバーベキューの時に使うものなんですけど、まあ、網をねピッて取る網交換ホルダー、あとはトングホルダーって言って、網の部分に引っ掛けてトングをこう引っ掛けることができるんですよ。トングを結構ポンってどっかに置きがちなんですけど、これがあったら楽かなと思って買ってみました。はい、バーベキューなんかまだせえへんけどな。次はこちら、冷えて固くなったバターをふわっとした溶けやすいバターにって書いてんねんけど、商品名こちら買ってきました。なんかね、今インスタで話題になってるバターをこう削るやつが売ってなくて、これも結構使えそうかなと思って買ってきました。はい、次はですねこちら、アカシア箸、まあ、お箸がなかったんで買ってきました。はい、次こちら、トウモロコシでできた、トウモロコシでできてんのこれ、すごっ。水に濡らしてこするだけで野菜の皮むきスポンジです。これトウモロコシでできてんの、すごいな。これはやっぱりこうごぼうとかこういろいろ皮むく時に欲しいなと思って買ってみました。次こちら、耐熱計量カップです。計量カップ持ってるんですけど、単純にこのガラス可愛いなと思って、なんかちょっと理科の実験とかでありそうな感じのこの雰囲気がすごく好きなので買ってきました。はい、次こちらです。ビニールカバー食品保存用のまあ、ラップみたいなものなんですけど、これが使い回しできる20枚入りのものです。ちょっとこう節約にもなるしエコにもなるんじゃないかと思って買ってきたんですけど、20個も、すごいすごい。あ、こんな感じやね。ほんまにボールとかちょっとしたものに使えるって感じ。なんかこれあれみたい、バスキャップみたいですね。こんな感じでできるらしいですけど、これは加熱できんのかな。加熱できなさそうですね。フルーツとか野菜とかにはすごくいいかも。それ用でちょっと使い回しもできるみたいなので使ってみたいと思います。はい、こちらのね、あのお皿を2つずつ買ってきたんですけど、まあやっぱ煮物のお魚、まあ、タイの煮付けとかにもいいかなと思ったり、この肉じゃがとかにもいいかなと思ったり、このデザインが好きで小さいサイズも持ってるんですけど、大きいのも出てたので買ってきました。あとはこの小さめのねお皿もね買ってきました。お漬物置いたりとか、それ以外ちょっとしたもの、ほうれん草のおひたしとか置いてもすごいこう雰囲気出て料理が一気に美味しそうに見えるなと思うので、私は本当に100均のお皿ばっかり買ってます。はい、じゃあ次お掃除用品紹介していきます。まずこちら、重曹クリーナーの 500g ですね。こちらを買ってきました。重曹はお風呂のこびりついた水垢とか落とすように使っています。それ以外でも結構いろんな使い方できます。キッチンにあったりとか、トイレの汚れとか、あとはダッシュにもなるのと、あとガスレンジの汚れも綺麗に落としてくれるっていうので、窓とかすごい綺麗になるから窓を拭きする時とかにもすごくいいと思います。こちらアンタッチボトルですね。楽々洗剤ボトルなんですけど、こんな感じになってます。これがこうこんな感じでプシ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 ってすると
出てくるって感じのものですね。ホワイトでシンプルなので買ってきました。最後キッチンリセットした後、ステンレスの部分をクエン酸で拭いていくんですけど、その時にいつもシュッシュッシュッってするスプレーでやって拭き取ってたので、それが面倒くさいなと思ってここに入れちゃって、もう本当にこうクロスをキュッキュッってして拭くだけにしたいなと思ったので買ってきました。次こちら、これよく紹介してます。ガラスとか窓とかテーブルに使えるクロスなんですけど、このクロスがマジで最強です。通常のクロスと違って本当にピッカピカにしてくれるから、これとクエン酸のあのコンビは最強。水に濡らしてこれで拭くだけで綺麗になるっていうぐらい最強のクロス。ちょっと使ってるんですけど、まだ1回しか買い替えてないかな。もう 1,2 年使ってます。あ、すいません、ちょっと今の工事してて音鳴ってるんですけど、あの音楽と思っててください。次こちら、PVA 吸水クロスです。主婦の人がインスタで投稿してたのを見たんですけど、メイとかめっちゃこぼすんですよその時にさっと拭けるようにしたいなと思って買ってきました。はい、では次はですね、こちらグラスとか食器を磨くクロスなのかな。グラスとか食器って結構指紋がついたり汚くなったり、特にグラスは本当に汚くなりやすいので、こういうので年末の掃除とかにちょっと使ってみようかなと思います。はい、次こちらめっちゃ気になってたやつ、こちらがですね、つけ置き洗い袋です。シンクを汚さずに洗える袋なので、シンクに汚れがついたりとか、あとはその洗剤をシンクにつけるとちょっとシンクが傷んでしまうとか気になる方はこれすごくいいんじゃないかなと思いました。あんまりこうそういうの気にせずにできるから、がっつりお掃除できる。めっちゃこれ使いたい、楽しみ。袋にすることでこう結んでしっかり全部をしっかりがっつりつけ置きすることができんねや。そう書いてる、すごいすごい、これめっちゃいいな、楽しみ。全体にこうまんべんなく洗浄液とかが広がってくって感じなんや。めっちゃいいやんこれ。はい、次こちら、クリアワイパーです。お風呂でワイパー使ってたんですけど、これはちょっと見た目も普通に可愛いし、シリコンになっててすごいやりやすそうやなと思ったので買ってきました。はい、じゃあ次はですね、収納ボックスとか収納品っていうのかな、紹介していきます。こちらです。こちらの指引っ掛けて取り出しできる収納ボックスになります。これが、スリムタイプとワイドタイプになるんですけど、この2種類私がいた店舗ではありました。すごいね、見た目もこう穴が開いてたりするやつじゃないから、すごくシンプルで可愛いし、ニトリとかでありそうなボックスやなと思いました。この白の感じもちょっとこう高級感のあるようなホワイトだなと思ったんで、あの使ってみたいなと思って買ってきました。これをね、6つ買ってきました。で、こういう風に重ねることもできますし、ちょっと使わなくなったなと思ったら重ねて収納することもできるし、とにかく見た目がもういい。高さとかもちょうどいいかも。なんか今まであるやつって高すぎたりして引き出しに入れられへんかったりしたんですけど、これそんなに高くないんですよ。ちょっとこれから収納したり、また大掃除とかであのキッチン周りとか綺麗にしようと思ってるので、これ使うの楽しみです。はい、次はこちら、ちょっと可愛いの見つけてしまった。はい、ペーパー布収納です。このボックス可愛くないですか。これが、ここの布の部分がリネンかな。ひまの部屋とかにも置きたいな。おもちゃ箱じゃないですけど、ちょっとしたもの、小物を入れたりとかもできるし、それ以外でも見せながら可愛く収納できるものだなと思いました。カラーは暗い色とナチュラルなこれぐらいの色味のものがありました。で、これがさっきよりかは大きめのボックスになるんですけど、これもペーパー収納ですね。トイレとかに置いても可愛いかも。こうトイレットペーパー入れて可愛くなりそうやな。これ蓋付きじゃないやつ。さっきみたいに紹介した蓋付きのものは、例えば生理用品とか入れるのもいいかもしれないですね。あんまりこう見えないようにしたいけど、おしゃれにしたいみたいな。で、こういうの使うと可愛くできるのかなと思います。はい、じゃあ次はですね、バスケットとあとはカゴになるんですけど、めっちゃ可愛くないですか。これちょっとこんなんいいの、ダイソーに売っててってぐらいのクオリティ。ここにフルーツ入れたりお菓子入れたりなんか置いてあげると、すごい一気に部屋が映えるなと思いました。こういうの求めてたのよって感じ。ニトリとか行ったら高くてさ、100均でこういうの買えるっていうのはかなりいいなと思ったんで、すぐカゴに入れましたよ。次はですね、こちらワイヤー収納ステンレスです。これは
シャンプーとか、まあ、ボディーソープとかそういうの入れるステンレス収納になってるんですけど、最近までニトリの持ってたけど錆びちゃって捨てたんで、もう本当にこうシャンプー使う時とかシャンプーのボトルがあちこち動いたりするのがめちゃくちゃ嫌やったからめっちゃ嬉しい。これ2つ買ってきちゃったね。次はこちらでございます。ボトルスタンドになります。このボトルスタンドは、まあ、調味料を乗せたりしたいなと思いました。あとはなんか冷蔵庫収納するときに、例えばヤクルトとかそういうのをこう置いてあげると取り出しやすいし、すごくいいかなと思った。ちょっと一回やってみよう。ハーブ物をこんな風に置いたりして、パッて取れるみたいな。斜めになってるからすごい取り出しやすい。あ、すごい！重ねるとき反対にすればいいんや。え？すごいすごいすごい。今私ね全部同じ向きにやってたから、ここめっちゃ狭いやんって思ったら、画期的すぎん？反対向きにできた。ほんならここスペースめっちゃ空くから、2段重ねなんて余裕やん。え、これリップとか置いても絶対可愛い。はい、じゃあ次はですね、コスメ類紹介していきます。まあそんなにないけどね。こちらでーす。はい、これがですね、パフやブラシをね洗浄するものになってます。これは100円ですね。セリアのもそうなんですけど、100均の洗浄液めちゃくちゃ優秀やから全種類買ってきちゃった。これは本当に落ちるんですよ。で、今までこれを使って洗ってきてるけど、ブラシが傷んだって思ったことないし、毛がめっちゃ落ちた、ごっそり落ちたとかもない。ちょっと抜けることはもうほとんどないかな。すごくおすすめです。で、これが、メイクブラシの皮脂や汚れをきれいに落とすクリーナーになります。本体に中性洗剤またはまあメイク落としを薄く溶かしたぬるま湯を入れて、メイクブラシを入れてこう毛をくるくるとくるくるくるっとこんな風にやっていく感じ。もうそれでこう綺麗にできるし、で最後洗った後水切りできる感じですね。これやってみようかなと思って買ってきました。ではでは次はあのインテリア、そういったものを紹介していきたいと思うんですが、ボックスティッシュカバーです。もうかわいい、もうかわいい、ちょっとほんまにすごい、なんなんっていうね。もうダイソーで部屋の中めっちゃ可愛くなっちゃうってやつやな。これのすごいところってこの後ろへこみがあるんで、ここの部分に物を置けたりできるんですよね。だからこういう風に倒してティッシュを使うこともできるし、立ててティッシュを使うこともできる。でこの上に綿棒を置いたりとか、いろんなものが置ける感じ。2色買ってきました。焦げ茶のものとナチュラルカラーですね。はい、ちなみにこれはね300円になります。ちょっと高めなんですが、でも全然普通のティッシュボックスより圧倒的に安いです。見てください、フレグランスでございます。フランフランやな。コットンとあとはラベンダー、これ300円、全然安い。めっちゃ可愛いんですけど、ほんとやば。貝殻も入ってる。香りどうなんやろうな。うわ、めっちゃいい匂いすんねんけど、このコットンの方、これやば、めっちゃいい匂い、好き。これがラベンダー、ラベンダー絶対いい匂いするやん。うわ、めっちゃラベンダー、めっちゃいい匂い。なんかこれすごいな、すごい清潔感のある香りって感じで、全然安っぽい香りじゃなくてすっきりとした大人な香りやな。ダイソーと思えへん。あ、ちゃんとこれもついてますよ、この香りつける。こんな感じですね。これ置いてたら可愛いな。はい、じゃあ次は石鹸です。マルセイユーソープ、これのオリーブとハニーとローズがあるんですけど、すごいね見た目が可愛いんです。これをお風呂とか洗面台とかに置いてたらめちゃくちゃおしゃれやなと思って買ってきました。この中の文字の部分が立体的になってるので、すごいね高級感あんねんな。うわ、後ろも書いてるやん、すごい立体的になってる。後ろも立体的、その他も同じ感じです。すごく可愛い。はい、で次はですね、これクリスマスのリース用のものなんですけど、フラワーパーツですね。こんな感じです。たくさん買ってきました。これが100均よ。ちょっとすごくない？こんだけたくさん種類があるフラワーパーツ、本当にいっぱいありました。さっき紹介した瓶のとこに入れても可愛いんじゃないかなと思うんですよ。こんな感じで今入れていったんですけど、すごい可愛いですよね。インテリアとして置いたりするのも可愛いなって思います。ほんまにすごい、100均マジで天才と思いました。はい、じゃあその次はまあ結構いろんなものをパパって買ってきたの、その他の部分紹介していきたいと思います。
はい、こちら、これちょっと仕事で使うので買ってきました。ペーパーカッターです。これは仕事とかじゃなくても何かしら使うなっていう感じ。子どもの提出物とかもそうですし、何でも使えると思って、紙に物差し置いてまっすぐ切るのって結構難しかったりするんですけど、これも紙間に挟んじゃってピーってこうベーってやっちゃえばもうサクッと切れるって感じ。はい、次こちらですね、インテリアステッカーパワーパフガールズ。いや可愛いね。これ今ね、あのダイソーでポーチとかいろいろ売ってるんですけど、前ポーチ買って今回はステッカー欲しいなと思って買ってきました。このステッカー多分貼り直し、あ、やっぱりできるやつですね。なのでひまとかめっちゃ喜びそう。はい、ってな感じでございます。本当に今回ね、ダイソーのものたくさん買ってきたんですけど、もう全部満足いくもんばっかりちゃうって感じ。すごいもん、めっちゃいい匂いするもんな、このフレグランスも。いや、よかった、いい買い物できました。皆さんもぜひダイソーのおすすめ商品なんかあればコメントしていただけると嬉しいです。ということで今回はダイソーの購入品でした。それではまた皆さんお会いしましょう。バーイ。